たいじめられた。もういっそのこと。お、捨て犬？よし。ちょっと、何その犬。道路脇に捨てられてたんだよ。ダメよ、うちでは飼えないの。お願いだよ。じゃないとこの犬施設に入れられて死んじゃうよ。飼ってもいいでしょ。お願い。もう、じゃあ毎日散歩に行くのよ。それから責任を持って最後まで面倒を見ること。いい？うん、やった。早速名前をつけないと。そうだな、ポチだと普通すぎるよね。君の名前はベルだ。よろしくね、ベル。ほら、どう？毛布の上ふわふわしてて気持ちいいでしょ。次の日にはトイレとドッグフードを買って、そのままうちの子になった。あれから毎日が少しずつ変わった。はあ、ただいま。落ち込んでいる時はベルがそれに気づいて近寄ってきて慰めてくれた。ベル、僕の気持ちわかるの？ありがとう。嬉しい時は尻尾をブンブン回しながら話を聞いてくれた。それでさ、昨日初めて友達ができたんだ。うん、ゆうたくんって言うんだよ。明日ゆうたくんの家でスマブラするんだ。散歩行ってくるよ。18時には帰ってくるのよ。うん、行くぞベル。もう早いってベル。ベル、慌てて食べなくても誰も取らないって。あの日からベルは大事な家族になった。しつけもした。こらベル、吠えちゃダメだよ。やめ。しつけは強く短く叱る。待て。よし、できたらとにかく褒めた。いいぞベル。よしよし。抜け毛すごいな。歯磨きオッケー。めんどくさいこともあったけど、あれから一度も散歩を欠かしたことはなかった。そんな楽しい日々はあっという間に過ぎていった。僕は22歳になった。ただいまベル。最近ベルの調子が良くない。昔は飛びついてきたのに、今は飛びついてこなくなった。散歩に行っても走らなくなった。足の動きが鈍くなり、爪が割れるので靴下を履かせた。家の前を通る犬を吠えることもなくなった。そして夜泣きをするようになった。寝れない。どうしたのベル、トイレ寂しいの？その日を境に昼夜問わずベルは四六時中泣いた。子供の頃にベルが僕にしてくれたように、僕がベルに寄り添った。でもベルの気持ちはわからなかった。なんで泣いてるのベル。これは認知症ですね。認知症ですか。はい、今12歳ですよね。はい、犬の寿命は10から13歳なので無理もないですね。なるほど。その日から大量の薬をベルに飲ませなきゃいけなくなった。ベル飲んで。ダメだよ、嫌がっちゃ。ベルはそれを嫌がった。あれから毎日ベルは夜泣きした。僕はすっかり寝不足になった。ベル、何がしてほしいの？僕わからないよ。ベル？ここって僕たちが出会った場所だね。そこで1時間、ベルは座り込んで目に焼き付けるようにあたりをぼんやりと見渡した。その日の夜、ベルはよだれを垂らして痙攣した。ベル！獣医さんに見せないと。先生、ベルが痙攣していて。僕はベルに生きてほしいというよりも、むしろ苦しまずに死なせてやりたかった。その最後の願いは叶った。ありがとうベル、ありがとう。こんな時いつもベルが励ましてくれた。辛い時も嬉しい時もベルと一緒だった。ベルは最後に命の大切さを教えてくれた。じゃあ就活に行ってくるよ。またなベル。今日の授業は終わり。また来てね。